実業家の堀江貴文氏が7日付でツイッターに投稿。慶応大学名誉教授で、パソナ会長の竹中平蔵氏が6日放送の読売テレビ、そこまで言って委員会 NP で東京五輪パラリンピックについて世界に対してやると言った限り流行る責任があると述べ、開催か中止の議論自体が不毛だとして、世論は間違ってますよ。世論はしょっちゅう間違ってますからと指摘したことを伝えるニュースを取り上げ、まあその通りあげとツイートした。堀江氏は他にコロナ関連のニュースを取り上げ、日本人の多くはワクチン打ってもマスクしたりするんだろうなぁ、笑いと投稿。千葉県知事が五輪の無観客開催を訴え、有観客だと大きな人流を生じるリスクがあると指摘したことを伝えるニュースも取り上げ、それってあなたの感想でしょ、笑いと投稿した。